皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は藤井聡太 vs 渡辺明の名曲について紹介していこうと思うぜ。現在棋界でトップレベルに強い二人となっているぜ。この二人ってタイトル戦で対局することが多い印象があって、ライバルって感じがするね。確かにそうかもしれないな。そのおかげか、この二人による名曲がたくさん生み出されているんだぜ。今回はその中の一部をピックアップして掘り下げていこうと思っているぜ。ちなみに対局の内容だけじゃなくてその対局の背景にも触れるつもりだよ。藤井ファン、鍋ファンの人たちは特に見てほしい内容となっているな。というわけで紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。まずは2020年に行われた第91期棋聖戦の第1局から紹介していくぜ。当時の渡辺棋聖と藤井七段が東京の将棋会館で激戦を繰り広げたぜ。あれ？藤井さんは当時まだ七段だったの？そうなんだぜ。だってこの対局は藤井さんが初めて挑んだタイトル戦だったからな。なるほどね。つまりこの対局がタイトルデビュー戦ってことだね。ああ、しかも当時はそれほどこの二人は公式戦で戦ったことがなかった。一応2019年の朝日杯の決勝で一度戦った時には藤井さんが勝利しているね。よってこの棋聖戦は藤井さんと渡辺さんが戦う初めての長時間対局だったわけなんだぜ。それはドキドキするね。また、藤井さんにとってこの棋聖戦は最年少タイトルの記録を塗り替えるチャンスでもあったんだぜ。それじゃあ日本中がこの戦いに注目していたというわけなんだね。そろそろ気になる対局の内容を話していくぜ。まず藤井さんが先手になり、矢倉模様で駒組みが進んでいくこととなった。そして先手の23手目6六歩によりそのまま持久戦となっていったんだぜ。矢倉の持久戦はいかにして攻めのタイミングを作るかが重要になってくるよね。途中までは前例通りに進んでいったのだが渡辺さんが馬を作って、果敢に攻め込んでいったんだぜ。対する藤井さんは冷静に端歩を取り込んで不得をしつつ、渡辺さんの攻めを、受けるという姿勢を見せたんだ。攻守がはっきりしている展開だね。どちらが優勢になっていったのかな。渡辺さんの攻めを受け流しつつ、端の攻めを繋いでいった藤井さんの方がだんだん優勢となっていったぜ。藤井さんの受けが一歩上回ったんだね。そして125手目の藤井さんの2二銀の詰めろを境に渡辺さんは最後の大勝負に出たんだ。渡辺さんの粘りも凄まじいね。なんと16手連続で大手を仕掛けて藤井さんの玉を詰ましに行ったんだ。最終的には、藤井さんの157手目に 4K が楽大手となって、藤井さんの勝利となったんだ。怒涛の攻めを見せる渡辺さん、そしてそれを完璧に読み切った藤井さん。両者の凄さが第一局からにじみ出ていたね。そして後日、この一局は2021年の名局賞に選ばれたんだぜ。納得の名局だったね。次は同じく第91期棋聖戦の第2局を紹介していこうと思うぜ。あら、また同じタイトル戦から紹介するのね。そうだ。今回の対局は2021年の増田幸三特別賞を受賞した。藤井さんの一手、3一銀が出てきた一局なんだぜ。2局連続で将棋大賞を受賞してるなんてもはや伝説のタイトル戦だね。これも両者のレベルが非常に高かったからなんだろうな。さっきの第1局では藤井さんが勝利していたよね。勝った時の藤井さんの勢いは凄まじいよ。負けたとはいえ、渡辺さんはタイトル戦をいくつも戦ってきた猛者なんだぜ。すでに1局取られてしまっている以上、これ以上負けないためにギアを上げてきているぜ。お互いに対局への熱意はバッチリだね。一体どんな対局になったの？それでは気になる対局の内容を見ていこう。まず渡辺さんが今度は先手となり、第一局と同じで序盤は矢倉模様で駒組みが進んでいった。あれ、さっきと同じ展開になりそうだね。ただ、今度は渡辺さんが23手目4六歩を指したことで急戦となっていくんだ。そしてこれを境に4筋に駒が集まっていき徐々に回戦の準備がなされていくんだ。急戦になると、互いに攻め合うことが多くなり鋭い読みが必要になってくるね。そうだ。そしてこの対局もそのような感じで両者一歩も引かない展開になっていったぜ。そしてこれを境に4筋に駒が集まっていき徐々に回戦の準備がなされていくんだ。その後、渡辺さんの角交換により回戦していくことになったんだぜ。ついに始まったんだね。読みの量が勝敗を分けていくよ。この展開、実は渡辺さんには有力な手があって57手目に66角と打っていったんだ。どんな感じの手だったの？これは玉に近い2二の金を狙いに行った手なんだ。これを受けるのが非常に難解で、
単に受けただけでは飛車の頭に歩を打たれて渡辺さんの攻めが進んでしまうんだぜ。なるほど、渡辺さんの渾身の一手だったというわけだね。対する藤井さんがこれをどう受けるかが注目されていたんだが、ここで驚きの一手を放つんだ。それが58手目3一銀なんだぜ。え？受けるためにわざわざ銀を使ってしまったの？そうなんだ。普通の人が見たら初心者が指したと言ってもきっと信じてしまうだろうぜ。そんなプロでも一瞬驚いてしまうようなこの銀打ち、実は深い意味が隠されていたんだぜ。それは気になるね。単に2-2の金を避ける手だと、先手の攻めが続いて非常に難解な局面になっていくんだ。しかし、金を打って手厚く受けたことによりその後先手が指す手が難しくなり、じわじわと後手が良くなっていくというなんとも気づきにくい一手だったわけだぜ。藤井さんのとてつもない読みの深さが分かった一手ってわけだね。この手によって、どんどん後手の藤井さんの形勢が良くなり最終的には勝利を手にしたんだ。渡辺さんは対局後に3一銀について全然読めていなかったと語っており、もしかしたらあの局面で3一銀を読めていたのは藤井さんだけだったかもしれないぜ。藤井さんだけが見えていた手、響きがとてもかっこいいね。また、AI に読ませてみても最初は候補手にすら出てこなかったのに6億手読ませた瞬間、いきなり最善手に浮かび上がってくるようなまさに AI 超えと言ってもいい手だったんだぜ。それは同じ人間とは思えないね。増田幸三特別賞を取ったのも納得なんだぜ。これは紛れもない名局と言っていいね。続いては2022年に行われた第71期王将戦の第1局を紹介していくぜ。当時の渡辺王将と藤井竜王が戦うこととなったぜ。状況としては藤井さんがタイトルを連続で奪取してる中の対局だったわけだね。ああ、藤井さんは勢いに乗っていて世間も大注目だったんだ。渡辺さんは逆境の中で戦ったわけだが、そんな中で名局が誕生したんだぜ。これはすごい対局になりそうだね。見ないことには始まらないし、早速どんな対局だったか触れていこう。まず藤井さんが先手となり、序盤は相掛かりのような感じで駒組みが進んでいったんだ。相掛かりは AI による研究も進んでいて、序中盤は研究の深さが肝となってきやすいわね。藤井さんはまさにそういった感じで31手目48金にてあまり見たことがないような形にしていったぜ。これを見た渡辺さんが後手にもかかわらず角交換を仕掛けるなど前例のあまりない展開になり、両者の読みの深さが勝敗を分けるそんな展開になっていったんだ。読みに自信がある二人だからこそできた展開でもありそうだね。そんな中、藤井さんが41手目にしていきなり驚愕の一手を放つ。それが86歩だぜ。あれ？こんな歩を上がってしまったら相手に攻められやすくなっちゃうんじゃない？普通の感覚からするとそうなんだ。しかし、これが駒組みとして成り立っているのが、藤井さんのすごいところなんだぜ。これに対して、渡辺さんは大長考。2時間半以上悩んだ末に攻めずに端歩を指す展開を選んでいったぜ。渡辺さんにも予想できていなかったんだね。そして、徐々に駒がぶつかり合って中盤に突入することとなったんだぜ。普通は中盤に入ったらどちらかにだんだん形勢が傾いていくことが多いんだ。しかし、この対局では中盤に入っても互角のままで、なんとそのまま100手近くになるまで、互角のままお互いに攻め合っていったんだぜ。どちらも的確に攻めたり受けたりしてるからなかなか差が開かなかったんだね。しかし、100手を超えたあたりから渡辺さんに疑問手が生じ、藤井さんが有利になっていったんだ。ここら辺からは両者1分将棋になるからミスが増えやすくなってしまうね。しかし、そこで渡辺さんが116手目に9五歩と勝負手を放ったんだぜ。これに対し藤井さんが同歩としてしまい、なんと渡辺さんが互角にまで戻したんだぜ。1分の中でそんな手を放つなんて渡辺さんも負けていないね。しかし、藤井さんも負けじと9七金と素晴らしい受けをしたことで、再び、藤井さんのペースになっていくんだぜ。もう形勢がぐちゃぐちゃで意味がわからなくなってきたよ。将棋は逆転が起こりやすいゲームではあるが、ここまで2点3点とするのは珍しいぜ。そして最終的には藤井さんがギリギリのところで131手目に45桂と決めていき、藤井さんの勝利となったんだ。ちなみに45桂以外だと渡辺さんが楽天していたんだぜ。両者とも本当に1分将棋？ここまで白熱するとは思わなかったね。まさに名局と言えるような将棋だったな。とまあ、ここまで藤井さんと渡辺さんによる名局を見てきたわけだが、どうだった？両者ともにレベルが高くて、どの対局も驚きの連続だったよ。もちろんこれ以外にも、数々の名局が二人によって指されてきたわけだが、少しでもその凄さに気づけてもらえたならとても嬉しいぜ。
これからも二人は機会を担っていくような棋士であることは間違いないね。二人によるいろんな対局がこれからも見れると思うとなんだかワクワクしちゃうね。みんなも気に入っている二人の対局とかがあれば、ぜひコメントしていってほしいぜ。またこれからも動画を投稿していくのでチャンネル登録でぜひ応援していってくれよな。それではここまでのご視聴ありがとうございました。